お客様、ミニマリストの和弘です。今回ですね、私のミニマリストルーム、いやもうすでにミニマリストじゃないですかになりつつあるんですけど、このミニマリストになれないというか、整理整頓がされてないデスクになる理由は、どうしてもこのデスクが原因なんですよ。僕が原因じゃなくて、デスク。人っていうのは環境に左右されちゃいますから、環境を変えれば人が変わるんです。で、この整理整頓されてない理由なんですけど、ミニマリストすぎて収納もないので、どうしても机の上にね、置いちゃうんですよね。で、例えば今まで撮影するときこうやって照明をここに置いて、で、カメラをここに置いて、わーってやってたんですけど、どうしてもね、ほら、ディスプレイが隠れちゃって、もうすごい大変だったんですよ。以前の部屋はですね、なんかいろいろライトがこの辺にあったりして、ちょっとね、ディスプレイが隠れないようにいろいろ工夫されたんですけど、今回は、もうこれ、直に壁なので、まあ、ここに壁に穴開けてもいいんですけど、これ、電動昇降デスクといって、スタンディングデスクにもなるんですよ。そうなると壁の、適切な位置がね、その都度変わっちゃうわけですよね。だから今回は、この机の上にね、いろいろ取り付けられる、疑似壁みたいなのを作ってみようと思います。ということで作ったのが、これですね。まあ、こんな感じのものを作りました。もう単純にここに、こう、台座が、足があって、ここに、足があって、上に、こうなってる。まあ、こんな感じのものですよ。別に説明しなくてもわかりますよね。こんな感じのを作りました。1x4、2x4、1x5。で、これを、ここに置くわけですよ。サイズミスった。マジか、サイズミスったわ、取り付けるサイズ。あれ？ミスった？あれ？ミスってない気がしたんだけど、ミスってるな。ちょっと修正してくるわ。はい、やり直してきました。さっきね、ほら、こっちがさっき、こっち今。これね、ここに線引いたんだけど、こっちにあるのかこっちにあるかでね、取り付け位置間違ってました。じゃあね、乗せてみます。ほら。ぴったりだよね。ぴったりぴったり。いいね。ぴったりです。いいんじゃない？ほら、ディスプレイの上にこれがね、来るようにしたんですよ。で、これだと乗せるだけだとあんまりなんか、グラグラするんで、クランプっていう、洗濯バサミみたいなのでね、微調整します。はい。取り付けました。こんな感じになりました。で、取り付けた場所は、ここなんですけど、クランプでね、固定しました。ネジとかつけちゃうと傷ついちゃいますから、ガッチリクランプで固定したんで、多少揺れるっちゃ揺れるけど、ほとんど揺れないんで大丈夫だわ。これでデスクを上げたら、そのままこれも上に上がっていくので、問題ないね。OK。問題ない。はい。いいね。めちゃくちゃ使い勝手良さそう。一応、筋交い的なのもね、入れようかなと思ったんだけど、そんな、ここに重量物を置いたり、この上に乗るとかないので、筋交いらないね。いらない。これで OK だと思います。はい、ということで、こんな感じになりました。ここにライトを置いて、ここにスマホを置いて、作業できるんで、今までこういうのがディスプレイを隠してあるんですけど、これの方もね、いらなくなって、すごい、便利になりましたね。で、これ木材でね、ここら辺にいろいろ穴開けたり、フックつけたりできるんで、これからこの辺にね、フックとかつけて、なんか物ぶら下げたりして、使い勝手よくしておこうかなって思います。消しますと、こんな感じですね。こんな感じになりました。これ、いいんじゃないですかね。別に机に穴開けてるわけじゃないんで、ちょっとこれ邪魔だなとか、改良必要だなと思ったら、クランプを外せばいいので、すぐに模様替えというか、改造もできます。これいいね。とりあえずね、これで使ってみて、今後ね、さらにどうしようか、検討していこうと思います。はい、ってことでね、これでとりあえずね、デスク完成しました。いや、これはね、結構便利だと思いますね。で、何改善したかと言いますと、まず、こちらにあるのが、100円のフックですね。100均にね、こういうのがね、100円で売ってるんですよ。これを、等間隔で取り付けました。それで、ここにね、フックたくさんできましたんで、穴がある製品とか、ハサミとかね。あと、穴がない、ぶら下げられない製品は、これもね、100均で売ってるんだけど、タグのプラスチックのこれですね。僕、服とかさ、商品買ったらこういうのついてますよね。これが100均に売ってるので、これをね、通して、ぶら下げると。僕ね、あんまりね、収納得意じゃないので、すべてのものを目に見えるようにね、収納したらすごい収納しやすいというか、物を探すときもすぐ見つけやすいってことが分かったんですよ。だから、こういうぶら下げてする収納をね、今後たくさんやろうかなと思ってます。で、あと、この上にもね、今はこういう風に物を置いてるだけですけど、100円ショップとかでおしゃれなペン立て的なケース的なクリアケース
クリアトレイか、トレイ的なのをちょっと探してここに乗っけて、まあ、両面テープとかでペタッとくっつけてね、上に物を置いても、まあ、落ちづらくしよっかなと思います。あとこれね、マイクスタンドもね、ちょっと昔買ったけど結局使わなかったやつが見つかったのでこれつけました。これでほら、なんかマイク使うときこういうふうに伸ばしてすぐ使えるようになりました。で、使うときはこう奥にこうやれば、まあ、邪魔にならないという感じですね。いや、これはね、便利じゃないですかね。で、今これノートパソコンあるんですけど、今ちょっとデスクトップパソコンが壊れちゃったので、一時的に使ってるだけなので、まあこれは外出時に使う専用ですから、まあそのうちなくなりますね。で、一つ懸念点は、タヌキチがね、ぴょん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 このように乗ってくるんですよ。いや、だから、タヌキチが一番収納場所に困ってるっていう感じですね。